おい神崎、こんなとこで何してんだ。あ、不良なんかしてないで学校に来い、みんな待ってるぞ。なんだよ。先生も昔はやんちゃだった、でも今は学校行けばよかったって後悔してる。先生は神崎に同じ思いをしてほしくないんだ。先生、学校に来い神崎。いや、お前誰だよ。金山だ。金山？いや、俺の担任石田って女の専攻だぞ。教育実習で今石田先生にお世話になってる。教育実習生？もう喧嘩なんてやめるんだ。教育実習の分際で更生させようとしてる？学校に来い。石田が来るならまだわかるんだけど。きっとなんか悩んでるんだろ。先生に話してみろ。いや、悩み打ち明けられる関係性じゃねえだろ。初対面だよね。教育実習の分際で何言ってんの？お前と仲が良かったメガネのクラスメートも寂しがってる。心配してるんだよ、メガネのクラスメートも。名前覚えろよ。なんだメガネのクラスメートって。早弁ガールも。ちゃんと名前覚えろって。制服着崩し、上履き、かかとつぶしも。妖怪？裏垢で学校来てほしいなってみんな言ってたぞ。分際で裏垢覗くなよ君。俺も今までいろんな生徒を見てきたけどな。1週間ぐらいだろ。みんな本当は悪いやつじゃないんだ、純粋なやつなんだよ。そこまで知らねえだろって。沢田も内田も熊もアニヤもマイキーもみんな同じ目をしてた。極戦とルーキーズとリベンジャーズの不良じゃねえかよ。不良作品見てただけだろ。ほらこれ思い出せ、野球に打ち込んでたあの頃の気持ち。俺野球部じゃねえよ。に負けないぐらい熱心に取り組んでたサッカー。サッカー部でもねえよ。と同じぐらい燃え上がったクリケット。当てずっぽうでアイテム出してくんな。どれかしらなんかやってただろうでアイテム出してくんな。てか当てる気ないだろ、クリケット部珍しいって。いいから学校来い。分際がうるせえんだよ。お前そもそもなんで俺が学校行かなくなったか知らないだろ。いや知ってるよ。言ってみろよ。あれだろ、あの予言定理のとこでつまずいたんだ。ちげえよ。あれか、尿検査が嫌でか。ちげえよ、尿検査嫌で不良なんねえだろ。あれだろ、両親が共働きで、うん、弟の面倒も見なくちゃいけなくて、うん、なんだなんだ急に英語。まあまあ何かしら悩んでるんだろ。ふわっとまとめんなよ。いい加減目を覚ませ。いた、びっくりした。いった、いい加減にしろ。え、教育実習の分際で殴られた。いった、これは石田先生の分。さあ、どういう意味。神崎。あー怖い。神崎。え、何？辛かったよな。怖い。誰もお前の味方になってくれなくて。泣いてる泣いてる。怖い。もう大丈夫だから学校来い。暑い、すごい暑い。教育実習の熱量じゃない、怖い。神崎、この前はよくもうちの射程を可愛がってくれたな。誰だ、お取り込み中だぞ。お取り込んでるのが見えないのか。二中の岩崎。てめえ、うちの中村可愛がってくれたみてえじゃねえか。おら、くらえ。危ない。おいおい、教育実習、おい教育実習、お前何してんだよ。教育実習の分際で何してんだよ。こんなパンチ痛くも痒くも。ちょっとかゆい。かゆいんだ。てかなんで可愛がってあげたのに怒ってるの。可愛がったんだよね神崎は。あ、そういう意味じゃない。この場合の可愛がるは文面通りに汲み取りすぎ。くそ、邪魔が入った。覚えてろよ。おい、お前なんで俺なんかのために。ただの教育実習生だろ、こんな面倒なこと巻き込まれたら教師になれねえだろ。生徒の分際で生意気なんだよ。分際神崎。分際。